皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。フォルツァホライゾン4の時間です。はい。前回はね、このタイプ D という車に乗りました。レガリアですね。王室専用車のレガリアです。もう超いかついでしょ？超いかつくてめちゃめちゃ怖い。もうこれモンスタートラックのマシンみたいな感じだよね。本当に。これ現実世界でこんな走ってたらもうありえないよね、これね。まあ、アメリカとかだったらありそうな感じするけどね。はい。やってこうじゃありませんか、皆さん。今日も楽しく元気よくやっていきましょう。ではノクトとグラディオラスとプロンプトとイグニスもどこかで登場するかもしれません。はい、ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。これ本当に下引かれても助かるよね、これね。はい、すごいな。このもうサイドとかもすごいな。タイヤの溝がちょっと減りすぎてないか。これ車検通らんかもしれんぞ。でもこう見ると大丈夫だな。はい、ではでは、そんなこと置いといて今日も頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい。ではですね、まあ、この全部見るというのを見ずに、もう今日はこのままね、ドライブしたいと思います。よろしくお願いします。もう最後出ていくシーン、タイヤしか映ってないやん、もう。はい。ということで、今日はですね、また、ホイールスピンやって、今日、あれやります。Z32 に向けて頑張っていきたいと思います。まずはじゃあ、こちらホームじゃなくて、ホライゾンライフでこちらホイールスピンやりましょう。ホイールスピン2回のスーパーホイールスピン1回でいきますよ。はい、ジュリア、いけ、頑張れ。ジュリジュリジュリア、ジュリジュリジュリア、頑張れよ、頑張れよ、なんか当てろよ。まあいい。4万円でもお金だったらいいぜ。よし、もう1回回そう。最後なんか当たらんかな。ランボルギーニレベントンとか当たってほしいな。スーパースキルブーストのアベントドールとかでもいいよ。よし、OK。いいじゃないか、S2000。これ、車だったら全然 OK。よし。さあ、皆さん行こうぜ。スーパーホイールスピンを。これで、皆さん何が当たるか。前回素晴らしい3連セットが当たったよ。今日は一体なんだ？いけ、スーパージュリア。頼むぞ。頼むぞ。今、なんて言った？スーパージュリアって。はいはい、OK、OK。いけ、いけ、いけ。お、あ、お、お、お、OK、OK。お、まあまあいい、まあまあいい。OK、OK。このスピードスキルブーストが当たったら、まあいいよね。はい。ちょっと若干、まあなんかちょっと下の方が良かったけど、ホワイトタンクトップもまあまあ似合うか、ジュリアだったらね。もうすぐ夏になるかもしれないから。はい、ではやっていきましょう。はい、今日はですね、こちら、まあワールドマップ行きたいと思います。で、あとわずかなんだけど、動画撮ってる時はあとわずかなんだけども、 Z32 をね、今日ゲットしたいと思います。それをやるにはこれなんですよ。シーズンチャンピオンシップ、日没のショーダウンということで、ここをね、やっていく必要があります。なので今日ここをやります。で、レースが確かここ3つ出るんですけど、今日2つ走って、どっちどっち、ちょっと待って、どっち、あれ、こっちか。こっちか。はい、今日ね、レース2つやって、で、なおかつ、次に1つやって、そしてフェアレディ Z を納車するというパートにしようかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。お、いいじゃないか。てか、また雨降ってきたじゃないか。もう雨大好きだな、ジュリア。雨いいか。まあ雨さんさんと降るよ。雨がしとしと降るよ。はい、まあ何でもいいからとにかくやっていこう。何でもいいからとにかくやっていこうぜ、ジュリア。 OK。 11.4 キロ、こんな感じで、こんな感じで、あの、変なトークしながら、あの、走っていきますからね。トゲトゲ、おい、こすね、テレコネロ。よし、 OK。 いい。お、すげえ、ぶつけてないだけ偉いぞ、ジュリア。よし、ちょっと待って。お、この目線はやっぱドリフトできんな、あんまりな。てか、もともとこんなドリ車じゃないからさ、これでドリフトやる方がおかしいぜ。あー、じゃ、タイムこれろ。完璧にジュリアが悪い。これ100ゼロだわ。100ゼロだけど、相手が動いてたら絶対にゼロにならないらしいね、最近の交通事故って。ひどいよね、それも。本当に。こんな感じの事故でもさ、相手が動いてる限り絶対1はつくらしいよ、本当に。えらいこっちゃ。はい。このジュリアみたいなやつぶつけられたら、ほんま、やばいよね。よし、OK。ドリフトが難しい。ドリフトが難しい。あー、標識壊しちゃった。後で損害請求されますね。はい、対向車が全然来ませんから、まあ全然、ぶつかる心配もないんだけども、怖いね。今の車ちゃんと右折待ってたよ。待ってくれてたよ。後ろから危ないやつ来るわ、みたいな感じで。いや、そりゃそうだわな。こんなやつ来たら危ないぜ。よし、OK。ちょっと目線変えましょう。よいしょ、OK、行こう。怖すぎるわ。いやー、なんか本当こういうのってファイナルファンタジー本当思い出すからさ。ファイナルファンタジーね、あの15はね、いろいろとなんか言われましたけど、僕はなんだかんだ言ってやっぱ好きですよ。やっぱああいうのね、ファイナルファンタジーの世界観に結構ハマりすぎて、最後、まあ
ファイナルを迎えた時ちょっと寂しかったもん。なんかあもうイグニスとかプロンプトと会えないのか、グラディオとちょっとおちょくり合いできないのかみたいなね、もうそんなんができないのかと思うと、ちょっとあの結構ねクエストとかやりすぎると、なんかなんていうのかな、もうその場に自分がいるかのようになってしまって、で最後のねあのオート決戦みたいな感じになってしまうと、なんかもうすごい寂しくなってね、あれ本当にね、あの最終回というかあのエンディングの後ちょっと FF ロスになったもんね。僕結構ちょっとプライベートでも落ち込んだからね、いろいろなんかそういうことがあるわ。はい、まあ何やかんや走ってると 7.1 キロなんだけど、結構遠いな結構遠いな、これレガリアで言ったら結構遠いな。まあでもいい、レガリアだからちょっとオフロードを突っ切る方がいいかもしれないな、もしかしたらな。そうしようかノクト誰だよ今の、誰だ、全く分かんないわ。あーいけー、てめえこれろ、おいてめえ、おい止まりやがれ、ちょっとてめえこれろ、おいちょっとおい降りてこい、逃げんのかてめえ。はい、まあそんなこと言うわ。まあああいう風にぶつかるからね。しかしほんとな、ファイナルファンタジー16が出てほしいな、16が。はい、まあそんなことどうでもいいわ。まあたまにねこうやってゆっくり目的地に進むっていうのは、やっぱフリートークが、僕のフリートークがね聞けるということで、まあいいんじゃないですか。もうほんとほんと雑談ですよ、ただの雑談みたいな感じで。もう雑談もいいとこだよね。なんかこんなフォルツァホライゾン4で FF の話すると思わなかったよ、ほんと。しかも遅いしさ、これ5.2 キロとも遅すぎるな。あと 4.9 キロか。あ、でもさっき10キロ以上あったからまあいいか。でもなんかそう見るとさ、ノクトの声ってかっこよかったよね。真似できないな、あれな。あれいい声だわ、ほんとノクトもね。頼りにしてるよみたいな全然似てない。グラディオはさ、グラディオの声って結構モノマネしやすくない？グラディオ。どんな感じ？ノクトー全然似てない。全然似てないな。じゃあ、イグニス、でも、ね、個人的には一番ね、イグニスがいい声してると思う。イグニスね。さて、どうする？今、ちょっと、コンピューターおかしくなった、今。ちょっと。イグニスな、めちゃめちゃイケメンなんだけどさ、声もめっちゃ超かっこいいんだけどさ、ノクトとイグニスが一番声かっこいいと思うんだけど、イグニスめっちゃ難しいな。なんか、ノクト。ダメだな。プロンプトが一番お笑いみたいな感じだもんな。でもバグが一番多かったのイグニスなんだけどさ、プロンプトよ、プロンプト。ねえ、ノクト。シドニーと一緒に写真撮りたいんだよ。全然似てねえわ、全然似てねえ、ごめん、本当にごめん。もう本当にもうそろそろやめとくわ、マジで。本当にね、 FF の生っ粋の FF ファンから本当怒られそうだからやめとくわ。これなんでこっち通るね、これ意味がわからん。これなんでこっち通るの何これ、なんでここを通らそうとする、これ。今の明らかに一直線じゃん、これ。何、ちょっとなんか超 VIP でもさっき通るから、なんか道封鎖してんのか今のとこ。何、なんでここ通らせてくれなかったの今。なんかいつ、これ意味わからんでも今さりげに一番声似てたのプロンプトじゃねえと思った俺今、本当に。もう真似しないよ、もう真似しないからね、もうやりたくなるわ。でもなんか本当、もう本当ね、あのプロンプト一番喋ってたからね、一番ね。ねえノクト、そろそろ一枚写真撮っとかないみたいな感じでね。あいついつも元気だったからさ、元気印のプロンプトみたいな感じだからね。はい、来た。はい。まあ、そんなことは置いといて、もう FF ごっこはまたやりましょう。後日ね。はい、ここでやりましょう。ここで Z32 をゲットできるんだけど、今日は、日没のショーダウンということで、チャンピオンシップ参加。はい。で、こちらですね。ドライバター、これを、エキスパートにしておく必要がありますね。で、シングルプレイですね。友達いないんでね。はい。シングルプレイ。Great to see you've signed up to another autumn championship. I'll try and find time in my schedule to come watch you drive.はい。で、できる車が、おー、いいのがあるじゃん。おい、インテグラもあるしや、これ、シビックタイプ R とかもあるわ。どうしよう。まあ、でも、シビックめっちゃあるな。シビックタイプ R、RS もあるし、これ。まあ、でもこれまたランクが B ぐらいまでですよね、これ確か。A ランクまでだっけ ?B、C までだっけ、ちょっと忘れたな。これ、インテグラいいんじゃないこれ。インテグラ、これ一番手前に出たから、もうこれにしよう。インテグラタイプ R にしようか。これで、もしかするとちょっといじるかもしれないけど、これでちょっといきましょうか。はい、はい、やってきたぜ。インテグラよ、これ結構いい音するんじゃない、これ結構高音のファーンみたいな音がするはずなんですよ、これね。やっていこうじゃありませんか。
さあジュリアもねちょっと今日はおめかししてますから、これでかっこいいねタイプ R、 かっこいいねこのロゴがね、インテグラ黒のインテグラ、これ左ハンドルだけどな。よしよしいいぞ、よっしゃやってきましたよ、日没のショーダウンということで、日没ですね。はい、やっていきましょう。で難易度設定ですね、ここでエキスパートにする必要があります。ちょっとごめんなさい、エキスパートにさせてはい、ではねエキスパートこちらでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。これでランクもちょっとねレース仕様のブレーキだけつけてきました。はい、あとその他ちょこっとだけしかいじってませんので、これで B ランクなので大丈夫だと思いますので、よろしくお願いします。それではレースイベント開始。さあやってきました、日没のショーダウン。この漆黒の闇に黒のボディが一番よく入ると思うのは私だけでしょうか。はい、やっていきましょう。ていうか加速遅いな、おいインテグラ頼むぞ。世界に誇るインテグラタイプ R だろう、頼むぞ。素晴らしき加速と素晴らしいスピードをこの周りのドライバーたちに見せてやってくれよジュリア、頼むぞ。俺はジュリアのために、あーやべ、一般車走ってる一般車走ってる、危ねえ危ねえ危ねえな、なんで俺だけ一般車にビビるんだ。おいちょっとみんなぶつかれよ、おいなんで AI だけぶつかんないんだよ。さあこれ要はあれですもんね、非合法のレースみたいな位置づけだもんね、ロードレーシングは。だからストリートレースだからやっぱ怖いですねこれ、気をつけないとこれやばいですよ。さあ頑張っていきましょう。ていうか1位だけチート的に飛び抜けてんな、ちょっとなんとか、おいおいお前らみんなで一緒に徒党を組んで1位を潰さないか、俺が誘ってるんだぞ。よしよしよし、 OK、 邪魔だってめこねろ、邪魔だってめこねろ、よし OK、 1位射程圏内だ、1位射程圏内、ここで変なとこぶつけんなよ。よしよし OKOK、 これ安全策は気をつけて、これは破壊できないからぶつかったら速度低下するからね。よし OK、 1位が見えてきた、ここで気をつけて気をつけて、よしよし OKOK、 あーおこういうのぶつけるのはやめよう、ぶつけるのやめよう、 OKOK、 さあ1位のやつもう射程圏内に入ってるからな。これなんかあれですよね、ポイント制だから必ず1位取らないといけないっていうわけじゃないらしいですね。だからここで2位取っても次が1位1位とかでやれば総合得点で1位だったら大丈夫みたいな感じらしいんで、やばいよよし OK、 だから大丈夫みたいなんでこのままね続けたいと思いますよ。まあ続けるって別にね私は途中で諦めたりはしませんから、必ずね必ず1位になってみせますよ。さあ1位のやつもう射程圏内に入ってるからな、1位、おいおいちょっと空気読めよ、てめえ1位のやつ待ちやがれ、てめえイギリスで生活できなくしてやるぞ。 OK、 ジュリアも怒ってんぞ、ほらおい君イギリスで生活したいだろ、ここにいたいだろ、おいおい家族がいるんだろ君にも家族いるんだろ、おいちょっと待て、おい空気読むよ、よし OK 来た来た来た、まあいいとりあえずいいとりあえずいい、ちょっとおい後ろぴったりついてくんなよ、俺のスリップ入んなよ、おいよしよっしゃ、ちょっと1位クソ早いんだけどこれ、ちょっと待って全然追いつかんな、1位なんでこれ、チートだな、あいつチートだな、あいつだけランクが S1 なのかもしんない、よっしゃ OK、 まあとりあえず2位でもいいからゴールしよう、とにかくね2位でもいいから OKOK、 次のループみたいなところ嫌だな、ここかなり速度落としとかないとこれやばいよ、やばい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 、よしよしいい感じいい感じいい感じ、じゃあ1位1位追いつかんか、1位追いつかん追いつかん、これちょっとニトログリセリンパワーとか使いたいな、ニトログリセリンパワー無理か無理か無理なのか、無理だろうな、ゲームが違うから当たり前なんだけど、よし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 、いけいけ、まあいいまあいい、とりあえずちょっと追いつくことはなさそうだなこれ、ちょっとお前ジュリアのお前ご機嫌損ねたら君ロンドンで生活できなくなるけどいいんだな、最後に聞くけどいいんだな最後に聞くけどいいんだな、てめえこの野郎、よしわークソ、これは無理だな、これは2位だな、フィニッシュラインフィニッシュライン、もう追いつかんなこれ、ダメだダメだ、くそ2位か、まあでもこれポイントですからね、ポイント制、これはきついなおいちょっと1位の女の子よ、ジュリアが怒ってんの後ろで、これからの人生大丈夫かよしとにかくちょっと頑張っていこう、これはきついな、あやったやったやった GTR、 Right, you're through to the next round. I'll call you with time and place for the events. If Kira asks, say you're meeting me for coffee. Like midnight coffee.はい、ということで次はじゃあここですね、ここでチャンピオンになりましょう。はい、いやーどうなるんだろうね、でもほんと怖いね、次ここやって終わりましょうかね。いやーちょっとこれマジで勝てますかマジで勝てますかね、これ未だ逃走中ってなってる、これダメなんじゃないの、もしかして、えダメなんじゃないの、総合得点で1位じゃないと、いやこれダメなんじゃない、はい、今のやつはごめんなさい、別のイベントでしたね、別のイベントでしたんで、引き続きやっていきたいと思います。おそらく総合優勝で大丈夫というふうに教えていただいたんで、それで間違いないと思います。
それでは頑張っていきましょう。インテグラタイプ R の採点です。完璧な夜だね。よし、やっていこう。さあ、やってまいりました。本日ファイナルレースになります。よろしくお願いいたします。このイギリスの美しい街並みを、この市街地を颯爽と走り抜けましょう。しかし私は実はこの市街地コースというのは大嫌いです。超苦手です。もうなんでかって、もう多分まずコーナーよ、コーナー。てめえこの野郎、邪魔だ、てめえこの野郎。あの、なんていうのかな、コーナーでね、イン取りすぎてもアウトに行きすぎて壁にぶつかっても、あの、とにかくね、壁にぶつかったら速度が大幅に低下するんですよね。で、大幅に低下するぐらいだったらいいけど、あの、壁と壁の間とかに挟まったらもう車止まっちゃうんですよね。もうそうなったらね、あの、あ、やばい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 、そうなったらね、一気にビリになるから、もうそれさえなければね、なんてことないんですよ、こんなレース。本当に。もう、それがあるから難しいんですよね。のおまけに対向車というか、その、車走ってるでしょ？それにさえ気をつければなんてことないんですよ。そしてこの1位のやつって、さっきのレースで1位だったやつでしょ？どうせ。で、僕が2位だったら、多分、普通に1位は、1位のままずっと1位取り続けるから、コンピューターっていうのは。だから僕が総合優勝できないっていうフラグになるんですよ。まず間違いなくそう、絶対そう、はい、そう決めつけるわ俺。はい、頑張って、いつの間にか1位だぜ。はい、ただ若干ちょっと初見殺し的なコーナーあるぞ。ここ左コーナーの右コーナー気をつけて、ここやばいやばい、ここ気をつけてよ、気をつけてよ、よしよし、 OKOK、 あお速度かなり低下したな今。これ速度低下したらやばいな。このインテグラはちょっとね、低速からの加速がやばいからね。はいはい、よし、いい感じいい感じで、またちょっと直角90度みたいな、ここも気をつけないと、ここも気をつけて、気をつけて、よしよし、インコーナー取って、よーし、オッケー、いい感じ、いい感じ、あ、対向車やばい、対向車やばい、対向車やばい、危ないな、今普通にパッシングされたな、よし、オッケー、いい感じ、これを続けていけばいい、これをただ続けるだけでもいいんですよ、これ難しいな、マジで。まあでもね、あの、むやみやたらにレベルとかね、カスタムしてレベル上げられないんですよね、フォルツァの場合は。ザ・クルー2はさ、レベルさえ上げればどん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 速くなって AI とか余裕で倒せるけど、フォルツァの場合はレベル上げれば上げるほど AI もどんどん上がっていくからさ、あれなんとかしないと絶対勝てないからね、 AI がレベル上がったら、マジで。だからそうならないようにしないといけません。はい、で、今若干差が開いてるのかどうかも分かんないけど、とにかく頑張っていこう。で、よし、 OK、 落ち着いて落ち着いて、もう 81% だからね、このままいったらなんとかなるぞ、このままいったらね。あとはちょっと対向車、いいところいる、いいところいる、対向車がいいところいる、対向車じゃないわ、車がね、よし、 OK、 あー、やばいやばい、抜かれる抜かれる、ちょっと待って待って、これ、よし、これちょっときついわ、また2位か、ちょっとまた2位か、とりあえずもう2位でもいいわ。これ1位がさっきのやつじゃなかったことを祈ろう。今覚えてないけど、とにかく2位でいいわ、まずは。ここで抜くんや、こいつらいつも。難しいわ。はい、ということで、さっきちらっと見えたと思うけど、クラスをね、またね、戻しました、 C に。 B にするとね、めっちゃ速いんですよ、 AI が。あ、やっべ、やっぱり1位これだわ、総合ポイントだ。あ、やったやった、1位になった、1位になった、よしよし、うわ、やばい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 、これ2位と3位のやつに抜かれなかったらいいのか。次、今のところ順位1位だわ、チャンピオンシップ、これきつい。いやいや、またこんなふざけたやつに負けたのか。もう、なんだこれは。もう、むずすぎるわ、これ。やべえ。マジでやばい。That's the cutoff. A lot of really solid drivers are going home, but you're through. What can I say? Only the fastest survive in street scene. いや、僕も脱落しそうになったわ。マジで。はい、ということで、まあ、次回ね、まあ、多分総合優勝できるんじゃないかなと思うんだけど、次回こちらの新しいというか、この最後のシーズンチャンピオンシップをやって、無事にフェアレディ Z を納車して、そして、フェアレディ Z でちょっと走って終わりましょう。次のパートはね。はい。とりあえず今日はここまでにします。いやいや、本当にね、大変ですよ、このレースは。どうなるかわかりません。そして次なんか偉いコースが短いから、これ最後最難関なコースな感じがするな。いや、大丈夫かな？よろしくお願いします。それではまた皆さん、次回もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。新サークの部屋のサークでした。